123ダッシュが456です。3レースのスタートは1番の内山遅れてしまいました。まずは1マーク、2号手の木谷が1マーク先手で3番金子、4番岡本刺そうとしています。3号手の金子の刺しか2号手の木谷か、そしてバック側では6番の辻にアクシデントが発生しています。なおスタートは前提正常で6番が失格となっています。123ダッシュが456です。ただいまスタートは判定中です。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。ただいまスタートは判定中、投票券は大切にお持ちください。お知らせします。ただいまのスタート、1番泉はフライングによる返還欠場、1番に関係する投票券は返還ですので大切にお持ちになっていてください。123ダッシュが456です。ライフレースのスタートが切られています。さあ1号艇の西田がまずは幸先よく1マークへと進みます。さあ2号艇小橋そうと、3号艇小田が握ろうと、4番鳥塚の2番雑誌は西田まで届くかどうか、バックストレッチ側振り切った1番の西田が先頭です。スタートは正常でした。そして中枠勢の2番手争いに2号艇小馬、至近距離から最内を取っています。2番手の接戦は2号艇小馬先取り成功、4番鳥塚、3番小田が差し込みに、ホーム側4号艇鳥塚がさばいています。続いて3番の小田が3番手で、今1番4番3番で大きな前を通過していきました。その他後方は5号艇2号艇6号艇です。先頭から1番西田、4番鳥塚、3番小田とバック前へと抜けていきました。1マークでは危険なシーン、アクシデントが発生。5号手の川尻選手失格、5番は失格となりました。123ダッシュが456です。3レースのスタート、角から4番高倉がトップスタート、まずは1マークへと向かっていきます。角から仕掛ける4番高倉、内で2番石渡、3番渡辺差し込もうと、中を割りたい5番小坂でしたが、バックストレッチは1号艇小田が踏ん張りを効かせました。スタートは前提正常、これを追っていきまして、2番手争いは混戦、差しを狙った3番渡辺内を陣取っていきまして、さあここから第2ターンマーク、先手を取るその3番渡辺を2番石渡がここでもまた刺そうとしています。また5番の小坂が握っていきまして、2番手争いはこの辺りに絞られた間、2号艇石渡一歩優勢、直後に5番の小坂や3番渡辺です。2周回目に入っていきました。さあ第1ターンマーク、続く2番手争いは最内から3番渡辺が回って、2番の石渡が差し込みに行きます。2番の石渡がさばき続けています。バック側へと抜けていきまして、前2人1番2番、その後方2点審査で3番の渡辺か、外を運んでいた5番小坂か、3号坊さん、3番手争いは2マークです。3号艇渡辺のペースの接戦、5番の小坂が握り込みますが、小坂バランスを崩しアクシデント、これで3番渡辺です。123で最終周回に入っていきます。なお5番の小坂は失格、5番小坂は失格となっています。162ダッシュが345です。3レースのスタートは1番川上どうか、ただいまスタートは判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちになっていてください。投票券は大切にお持ちください。お知らせがあります。ただいまのスタート、1番の川上がフライング返還欠場、1番に関係する投票券は返還ですので大切にお持ちになっていてください。1号2、そして346です。4レースのスタートが切られています。1号手の楠原翔太、まずはタイミング取っていきますが、2番広瀬が3コースからまくりに行ってバック側へ抜けていきます。先頭は2号手の広瀬、そして1マークアクシデント、スタートは前提正常でした。西田にアクシデントでその5号手失格、5番失格です。123
そして456の進入です。4レースのスタートは5番のアルヌがトップスタート、まずは1マークへと進んでいます。2号艇の鈴木は誘そうと4番木下がまくり切っていきまして、バックストレッチ抜け出しました。スタートは前提正常でした。トップは4番の木下、これを追って小差しに構えてという2番の鈴木、さらに差し続こうとした3番の内山がこれに接近し、焦点2番争いです。2マーク3号艇内山行きました。2番鈴木がこれを回して差し込みに行きましてのホームストレッチ側です。2番手の接戦は2号艇の鈴木が辛くもさばいておりまして、3番の内山が一転身半差で追走、そして1番の小田が V には詰めていけますか。ここから2番手争い名乗りを上げたい小田ですが、これを2番の鈴木が先前でかわしていきました。そしてさらに外を回った3番の内山の方は今1号艇小田に懐捉えられました。さあ直線コース体勢は4番2番1番となっております。そして僅差で3番内山も圏内追走、その3番内山切り返していきまして、1番の小田が握ってホーム側へ取り返してまいります。競り合いが発生しましてアクシデント、この間に1番小田が3番手につけています。体勢は4番2番1番です。さあ2マーク近辺ではアクシデントが発生しておりまして、各選手残ったメンバーはバック側へと抜けていくところ、なお3番6番ともに失格です。 1,2,3 ダッシュが4,5,6 です。8レースのスタート、カノイチ絶好の展開、4番土屋まずは1マーク、4番土屋が一目散、そして1番川尻抵抗、空いたところに小田前川、外枠勢やってきてバック側5番小田、そして1マークアクシデント、スタートは前提正常でした。さあ2番のアルナは失格となっています。シリーズ5日目の多摩川、今日最後の一般戦が発送されています。競争水面迎えては第9レースです。なおこのレースは6号艇で出場を予定しておりました内山文則、全レース負傷のため欠場となっています。 1,2,3 ダッシュが 4,6,5 です。レースのスタートが切られました。大きく抜け出した選手はいません。まずは1マーク、角4番広瀬が仕掛けようとしますが、3番茅原が壁になっていきます。1番深井もこの間に逃走体勢敷いていきました。バックストレッチです。スタートは前提正常でした。逃げて1番の深井、これを追っていきましては中割れずも4番の広瀬か、そのうち小差しに構えて2番の渡辺、さらに差し込み続こうとした茅原がやってまいりました。さあ2マーク、2号艇渡辺回る、3番茅原小回り、4番広瀬が差し込もうとホームへ戻り、後ろではアクシデント、2艇がアクシデントです。2番手の接戦が続いています。なおこのレースですがアクシデントがありました2人、5番6番ともに失格となっています。 1,2,3 ダッシュが 4,5,6 です。12レーススタート切られています。1番石綿ちょっと外に覗かれてはおりますが、まずは陰線先前体勢、3番の西川狭いところを割れません。石綿逃げます。スタートは正常です。1号艇の石綿が人気に応えそうです。これを追っていきましては差し込まれから4番の入沢が2番手、しかし残った各選手がこの4番入沢を追っておりまして、これから2マークです。まず2番手で4番入沢が旋回しようというところ、小回りで3番西川、さらにコンパクトに6番松下、さらには V 際の方を狙ってくる残りの各面々ですが、4番の入沢が事なきを得まして、2番手リードを広げた2周目です。続いては3番手、6号艇松下一歩優勢にすぐ外に振っていく2番岡部などおりますが、6号艇松下3番手の旋回を岡部が救い込んでいきます。これに続けて5番の永田もやってまいりまして、3番手の接戦は内5番永田、外2番岡部と2人が競っています。そこから少し遅れた位置、インサイド3番石川、その広がって6番の松下です。前2人が1番4番、その後5番の永田が旋回、小回り6番西川来たところを6番の松下2番の岡部などが切り込もうとしていますが、ここは5番の永田が3番で浮上しております。最終周回へ1番4番5番が入っていきました。その他後方は混戦ムード、残った3選手です。
3周1マーク、先頭から1号艇、4号艇、5号艇の順番で最後のバックルームで抜けていきました。体勢はそのまま、そして1マークアクシデント。さあ2番の大壁がアクシデントとなっております。その2番失格、2番失格となりました。13ダッシュが2456です。10レースのスタート、1番の楠原が気合を見せました。トップスタート、まずは1マークです。さあ3号艇鈴木は刺すしかない、2番の松下外へ、そして4番辻は中を割れない。1号艇楠原が気合を見せています。1マークではアクシデント、スタートは正常。さあバックガイドを各選手が抜けておりますが、5番失格となりました。123ダッシュが456です。12レースのスタート、さあダッシュから4番渡辺、スロー勢より覗いたところ仕掛けてくる。3番深い壁になって2人がまくり合う、バックストレッチ。5番の長谷が展開つこうとしますが、絡み合いが発生、4番渡辺がまくり切りました。スタートは正常。さあバックガイドを各選手が抜けているところですが、1マーク近辺では1手アクシデントで3番深いが失格となっています。